キツネ工房室。はい、ということで始まりました。この番組は株式会社コテンのリリースしているゲームや最新情報をお届けする番組です。お届けするのはキツネが僕を待っている、カリン役の影山梨沙と、キツネが僕を待っている、シュワ役の宮崎珠子です。はい、さて今回はゲーム対決なのですが、なんと個人戦で戦います。初めてじゃないですか。初めて、いつもチームだったもん ね。そしてなんと、うん、ディレクターさんからの資格として山梨大使が来ています。山梨大使、え、どういうことですか。すごい。というわけでお呼びします。アイドルのみなもみずさんです。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。みなもみずです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと早速質問していきたいのですが、ツイッターのプロフィールに山梨大使とあったのですが、どんな活動をされてるんですか。はい、私はもう生まれも育ちも山梨県なんですが、山梨大使としての活動はツイッターとか動画配信で山梨県の魅力を PR していったりとか、あと山梨県のイベントにも MC だったりライブとか出演させていただいているので、そういった中でいろんな場所に足を運んで情報収集したりとかしております。今回はですね、個人戦でございますのでリーグ戦として戦いたいと思います。勝利が2点、引き分け1点、負け0点で集計いたします。勝ち点が一番多い人が優勝です。優勝した人には文学フリマ岩手に行ったプロデューサーが買ってきた岩手の黄金のお土産がプレゼントされます。パチパチパチ。なお優勝者以外は罰ゲームをかけてさらに戦ってもらいます。2回負けたら罰ゲームとなりますが、参戦しても決着がつかない場合はファイトオブガッツの制限時間60秒で勝敗を決定するとのことでございます。ちなみにみなもさんは普段どんなゲームをされてるんですか。はい、私はスマブラがすごく好きで、うん、強そう。なんかプロフィールゲームって書いていらっしゃったので、あ、絶対強いんだなって。いや本当ハードルだけが上がらないように気をつけてしたいと思います。ハッピーパーティーはご存知でした。今回このお話をいただいた時に初めて知ったんですが、このキツネ広報室の YouTube に上がってるのを拝見させてもらって、さらにパンティーパーティー実際にちょっとやってですね、ストーリーモード全クリしたんですけど、すごい今日は来たんですけど、やりましょう。ではそろそろゲーム対決に入っていきたいと思います。じゃあまず1回戦は、はい、みなもさん対たまちゃん。はい、頑張ります。お願いします。お願いします。どうしよう、急に心臓バクバクしたけど、いやストーリーモード全クリ。いやもう私はなんとかしてファイトオブゴッツに持ち込みたいなと思ってないですよ。じゃあ好きなキャラクターを、好きなキャラと思います。あ、早いですね。私もマジック早いですね。山梨の話をする時間が早いですね。週間ぐらい前に山梨に
よ。はい、来た、なんか来た、強いです。リサ
0、たまちゃん2。わーい、たまちゃん今4持ってる。やったね、すごい。そうすると1位がたまちゃん、わ、2位がやまさん。あ、そこもう決まってってこと？そう、次選ぼうとか言って次選ぼうとか。いやいやいや、でもあの優勝は決まったけど、あ、そっか、そう、おお、最下位、そっか、優勝は一抜けで、わーい、なるほどなるほど、おめでとう。さて、今日もそろそろお時間ということですが、ナモさんには次回も引き続きお付き合いいただきます。よろしくお願いします。3位決定戦ですが、絶対に勝ちます。勝ちます。はい、では最後に告知をさせてください。はい、任天堂スイッチ僕の彼女の人魚姫は現在好評発売中でございます。見た目は変だけど結構真面目なみんなで遊べるアクションシューティングゲーム、任天堂スイッチファンティーパーティーは好評発売中です。私が出演している任天堂スイッチ用格闘ゲームファイトオブゴッズは任天堂 e ショップで購入発売中でございます。任天堂スイッチで関心に触れてみませんか。関心をモチーフにした現代曲で遊ぶ音楽ゲーム妖春アクセスリリカは好評発売中です。 PS4 任天堂スイッチ記憶パッドゥームネモシネも好評発売中です。なんとこちらのゲーム、来週からサイン入り台本がもらえるキャンペーンが行われるとのことです。要チェックでお願いいたします。そして8月のテーマは普通のお便り募集しますです。そしてゲストのみなもさんからの告知をお願いします。はい、8月の20日と21日山梨県富士急ハイランドでのイベントに出演いたします。こちら2日間なんですが、1日目と2日目、2日目にライブに出演いただきます。20日の方もですね、お使いだったりとか山梨を皆さんと堪能できるイベントになっております。富士急ハイランドさんは入場無料になったので、ぜひ。そうなんだ。そうなんです、入場無料になったので、この機会にぜひいろんな方に来ていただきたいと思います。そしてもう一つ、全国のローソンの店内にてコスレジの液晶の出演と店内放送の出演をしております。ありがとうございます。ぜひ皆さんローソン行って聞いてみていただけたらと思います。よろしくお願いします。お願いします。メッセージはメールアドレスおきつね@5000-net.com、 Twitter はハッシュタグつねひろで受け付けております。おきつね広報室は毎週土曜日22時頃配信しております。皆さんぜひチャンネル登録といいねをお願いいたします。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。また来週。